えなつの21球、えなつの21球、えなつの2、11球は、山際厚氏によるノンフィクション。1979年のプロ野球日本シリーズ第7戦において、広島東洋カープのえなつ豊か投手が9回裏に、投じた21球に焦点を当てている。スポーツグラフィックナンバー総冠号に掲載された後、山際のエッセイ集、スローカーブを、もう1球、 1981年、角川書店に収録された。本校では、野村克也が解説を務めたテレビ番組、NHK 特集、スポーツドキュメント、江夏の21級についても記述する。1980年に、文芸春秋から発行された、スポーツグラフィックナンバー総刊号に掲載された。読者の反響が大きく、山際厚子を、 スポーツノンフィクション作家として世に認めさせた作品として知られてる。また、ドキュメンタリーとして映像化され、NHK 特集、スポーツドキュメント、な夏の21級、日本テレビ系、知ってるつもり、山際厚えな夏の21級物語、199年9月19日、として放送された。この作品が広く知名度を獲得したことにより、現在では、 題材となった試合の場面そのものを指して、江夏の21球と呼ばれることも多い。題材となったのは、1979年11月4日に、大阪球場で行われたプロ野球日本シリーズ第7戦、近鉄バファローズ、以下近鉄対広島東洋カープ、以下広島の9回裏の攻防である。両チーム三勝三敗で迎えた第七戦は、小雨が降る中で試合が進み、 7回表を終了した、時点で4対3と広島がリードしていた。広島、小畑氏監督は、万全を期すため、絶対的なリリーフエース、江夏豊を7回裏からマウンドへ送っていた。迎えた9回裏、近鉄の攻撃。この回を抑えれば広島は、優勝、球団史上初の日本一となる。ところが、同じく初の日本一を目指す近鉄もただでは、終わらなかった。 先頭の六番打者、羽田孝一が初級にアンダーを放って出塁し、にわかに場面は緊迫する。以下は、この回に、江夏が投じた全21球とそれに伴う試合の様子である。表面的な事実としては、以上の通りだが、山際厚は江夏本人に対して、長時間インタビューをするなどして、単なる投打のやり取り以外に発生していた駆け引き、などを取材。 それらを総合して一つの作品にまとめたのがノンフィクション、江夏の21級である。山際は野球にはあまり詳しくなかったというが、傑作を作るためには妥協しないという思いを正面からつけて、結果的には江夏にスポーツノンフィクションのジャンルを確立した印象的な作品と言わせるほどの作品に仕上がった。具体的には以下のような場面が描かれる。 山際厚氏の作品を読んだ近鉄ファンの佐藤澄報道ディレクターが企画を提出した。本人に、スポーツ番組の経験はなく、すでに出版されているドキュメンタリーと同じ題材を、NHK 特集で取り上げることには、反対が強かった。番組制作の条件として部長から、山際の作品を超えるものを作れと言われたという。制作にあたり、 スポーツ番組の経験がなかった佐藤は山際の江夏の21球を掲載したスポーツグラフィックナンバーの初代編集長の岡崎三つのところに相談に行き岡崎と山際の協力も得て事実上 NHK とスポーツグラフィックナンバーのコラボレーションで制作されたのだというそのため番組のスタッフロールには協力として山際の名もクレジットされいる えなつへのインタビューは、山際、岡崎、佐藤の3人で担当。3人が交代で、えなつに質問を行い、それに対してえなつが一級一級説明を行ったため、収録に8時間かかったという。ちなみに、えなつ、山際、佐藤の3人は、同じ1948年生まれ、さらに、えなつと、佐藤は、 同じショートホープを好んで吸っていたという偶然もあって、馬があったことも番組制作の上で、プラスとなった。当時の試合映像は当日中継を行った毎日、放送にも残っていなかった。NHK 広島放送局の職員が、たまたま録画したビデオテープをロッカーに置いてあったものが、見つかった。しかしニュースで、ダイジェスト用に使うために用意したものだったため、実況は入っていなかった。 ラジオで実況をした NHK の島村俊二アナウンサー自分で録音していたテープがあり、ようやく素材を揃えることができた。山際の文章では要所にのみ加えられた野村克也の解説を独自性を出すために一球ごとに解説を加えるようにし、画面上にボールの軌跡を描くことを手作業で言った。また、スコアボードに代打、佐々木が表示される場面など、 残された試合映像にないシーンを大阪球場で新規にロケ収録して補った。野村は冒頭の解説でプロ野球は半世紀が流れていますけどこれほどの場面に出くわしたことはない。おそらくこれからも出るか出ないかわからないと思う。それぐらいの名場面が1979年の広島 VS 近鉄の日本シリーズじゃなかったかと思いますと話した。 2010年10月に NHK エンタープライズから DVD が発売されている。くしくも佐藤は、この DVD の発売当時、NHK エンタープライズの常務取締役を務めており、発売後の2011年2月から2013年6月までは、同社の社長を務めた。なお DVD 化にあたり、番組内の音楽は、応援版のバンゲリス、アルバム、天国と地獄より、から、 全部差し替えられた。また、この作品がきっかけで山際と NHK の縁ができ、山際は1988年には、メジャーリーグ紹介番組、大リーグアワー、晩年の1994年4月3日から1995年5月14日まで、NHK のスポーツ情報番組、デイスポーツのキャスターを務めた。2018年10月28日に、 NHK 総合、あの日、あの時、あの番組でこの番組が再放送された。ゲストは、江夏と、大野豊か、NHK プロ野球解説者。江夏は、石綿に投じた19球目のウエストしたカーブを、自身の著書の中で、あの球は水沼じゃなきゃ、取れなかったと綴っている。野球解説者の豊田康光は、 左投手の江夏からは三類走者は見えないはずなので、とっさに外したというより偶然外れたのではないかと考えていたようで、石綿の引退後に次のような場面になったと新聞のコラムに寄稿している。当時、豊田が、あれはすっぽ抜けではなかったのかなぁというと、石綿が、そう思いますか。豊さんもと涙を流さんばかりにしている。結果的にスクイーズは失敗。 西本近鉄は敗れた。しかし、スクイーズを外されたのか、偶然外れたのか。敗者にとって違いは大きい。なお、当該コラムで、豊田は、天覧試合で、長島茂雄に打たれた、さよなら本類がをあくまでも、ファウルと主張する、村山実と石渡とを重ねて合わせて実0回している。しかし、伊藤つは、西部時代に、 同じようなスクイーズを仕掛けられた場面で、江夏が同じく瞬時にウエストして高めに投球コースを変えた経験から、この場面も江夏の意思で外したという確信を持っている。保守を務めた水沼は、江夏とスクイーズの打ち合わせはしておらず、水沼は、もしタイムを取ったら、金鉄ベンチがスクイーズのサインを出さないかもしれないと考え、あえて動かなかったと語っている、三塁走者の藤瀬の 姿が視界を動いたためにとっさに体が反応して立ち上がったものだったという。水沼はカーブの握りでのウエストボールはエナツにしか投げられないだろうと語り、また波の投手であれば星が急に立ち上がったら驚いて、冒頭やワンバウンドになっていただろうとしている。また、エナツ同様に水沼もスクイズを確信していたこと、富士瀬のスタートがあまりにも良かったために、 水沼が反応できたという要素もあった。富士瀬にしてみれば、満塁のフォースプレーであるために、そうスタートせざるを得ない状況でもあった。またこの19球目については、工藤検索庁、名称たちはなぜ失敗したか。創始者、ISBN9 兆7847億9421万2146において、広島ベンチが近鉄のサインを盗んでいったため、 水沼は最初からスクイズだと分かっていたという説が提唱されている。工藤は小葉監督時代の広島においては、こういったサイン盗みが行われており、それが球界における小葉の評価を下げた原因だと主張している。しかし、山際の著書で、富士瀬 NHK 特集で、石綿がいずれも18球目の後にベンチからスクイズのサインが出たと証言し、 当の水沼自身も一級ごとに近鉄ベンチや、石綿の様子を見てはいたが、スクイズのサインが出ていることには全く気づいておらず、また水沼は石綿がスクイズをやること自体は、同じ大学の先輩、後輩で寮でも、同室という関係で互いを熟知しているために、見抜いてはいた。どのタイミングでスクイズをやるかまでは見抜けず、藤瀬がスタートを切った時に、やばい、来た。と思ったと、 著書で語っている。また山際の著書において、変化球でウエストするなどありえないとする工藤の主張とは矛盾する石綿の証言が紹介されている。上、伊藤以外にも、江夏は、とっさの判断で投げるコースを変えることが出るとする証言がある。山際の江夏の21球では、触れられていないが、後日登場人物が別の媒体に語ったエピソードに、下記のようなものがある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。